89ジャイアントシリーズ最終戦の最終試合とメインイベントであります。ジャンボ鶴田入場してまいります。当初この相模原大会のメインイベントはジャンボ鶴田安義明対アブドールダブッチャータイガージェットシンと発表されましたが、安義明選手、先週放送の後楽園大会以降、負傷欠場のため高野俊二選手が抜擢されました。前を行く高野俊二、そして後ろ黒いジャケットであります、これが高野、そしてジャンボ鶴田が入ってまいります。もみじの赤に負けない燃える高野鶴田、来週からは世界最強タッグ決定リーグ戦が始まります。鶴田入場、腕を伏している。そしてブッチャー新の入場を待ちます。試合前に日本テレビ番組提供スポンサーより試合に先立ちまして、日本テレビ並びに番組のスポンサーより鶴田選手、そして高野俊二選手に豪華な花束が贈られました。砂漠レフリーは城樋口です。世界最強タッグ決定リーグ戦、思えば去年の大会でした。アブドール・ザ・ブッチャー、そしてタイガー・ジェット・シンが世界最強悪コンビを結成、そして今年のシリーズ世界最強タッグ決定リーグ戦89年にもこのブッチャー・シンがコンビを結成します。また来週放送のその世界最強タッグ決定リーグ戦開幕戦大阪大会でもジャンボ鶴田安義明対アブドーザブッチャータイガージェットシンという公式戦が発表されました。さあどこから入ってくる、向こう側花道、カメラの方列アブドーザブッチャーだ。そして左側にタイガージェットシン、サーベルを振るっている花道をやってまいります。アブドーザブッチャーが先だ。早くもジャンボ鶴田を挑発しています。このアブドール・ザ・ブッチャータイガー・ジェット・シンは今花道の方からようやくリングの近くにやってまいりました。こちらはアブドール・ザ・ブッチャーに何やら一言二言話しかけました。ジャンボ鶴田がタイガー・ジェット・シンの方へ向かって、このシンに今ちょっと挑発の言葉を投げかけました。トップロープジャンボ鶴田、下から見上げたのはタイガージェットシンであります。この男タイガージェットシン、しごきであります。サーベルを加えて、そしてこの入場テーマ曲に合わせて体を揺すっております。さあ4人がリングに揃った。4人の紹介、黒い呪術師と呼ばれていますアブドール・ザ・ブッチャー、マイクのちょっと音量が備えておりますが、アブドール・ザ・ブッチャーが今紹介されております。これは抜擢であります。どういう頑張りを見せるか、高野俊二2メーターあります。ジャンボ・ツルタ、シングル三冠王ジャンボ・ツルタ、197センチです。竹内さん、はい、この安選手が残念ながらこのおっと、ああ早くもタイガー・ジェットシンが高野に仕掛けた、そして鶴田に仕掛けたのはアブドール・ザ・ブッチャーであります。最強タッグで大切な試合ですよね。大事ですね、ちょっともう荒れ模様になってますね。荒れ模様になっていますね。さあこの次期シリーズ開幕戦の前哨戦という意味合いもあります。さあまずカメラが捉えたのはアブドール・ザ・ブッチャーであります、ジャンボ・鶴田であります。ジャンボ・鶴田がこれに向かい打っております。おっと本部席の机をぶつけました。3歩4歩ステップバックするアブドール・ザ・ブッチャー、この辺の動きいいですね。シンの方はどうでしょうか。あっと高野を鉄柱に、鉄柱を使って首を絞めてますね。打ち荒れております。これをジャンボ・鶴田がカット。竹内さん、まあ、奴は残念ながらこの負傷なんですが、高野にしてみればこのジャンボ・鶴田と組んでのメイン、これはチャンスですからね。まあ、最強タッグですね。一つは、はい、踏ん張りをつける意味においてですね、本当にはせっかくもらったビッグチャンスですからね、はい、何が何でもやっぱり一つのいい成績を残していってほしいですね。そうですね。さあ今放送隙間、タイガージェットシンと高野がやり合おうとしております。これです。今ゴンが鳴りました。さあ顔面かきむしはタイガージェットシンであります。赤コーナーの近く、さあリングに上げたのはタイガージェットシンであります。今日は世界最強ワンコンビ、どういう戦いを見せますか。そして高野、そして鶴田がどういう戦いを見せますか。今まず高野がリングサイドに入りました。高野選手はこのところですね、
する、ごめんなさい、シン・ブッチャーと組んで、この世界最強枠コンビに対して非常にいい攻めを連日見せてますからね。そうですね、はい、積極的な積極さが出てきましたからね、はい、そういう意味で今日もやっぱり入力したいんじゃないですかね、そして入れ込んでおりますのがこのジャンボ鶴田であります。今シンの方を指差しました、ジャンボ鶴田です。竹内さん、前々回放送の名古屋天竜ハンセンにこのベルトを奪回されたんですが、まあ、あの時は負傷にもめげずジャンボ鶴田首の負傷よく頑張りましたよね。頑張りましたね、やっぱり内容的には悪くなかったですけどね、はい、あの腰を痛めたスタンハンセンをよく攻め込んだジャンボ鶴田、五分であります。このさて竹内さん、世界最強ダック決定リーグ戦もこのおじきシリーズ来週放送から大阪大会から始まるんですが、じゃあ逆に世界最強コンビ行きましょうか。もうシーンは8年ぐらいになるんですか、来日して全日本プロレスのリーグに上がっても8年になりますね。8年になりますか、そろそろタイトルが欲しいところですよね。まあ、その間にですね、6年前に一度インタータッグを奪ったのが唯一のタイトルですからね。そうですか、そういう部分でやっぱり日本においてですね、はい、やっぱり一つの実績を残すんでますね、そろそろやっぱり何か大きなやっぱり実績が欲しいところですね、はい、首4の陣捉えました。大村さん、竹内さん、前回の去年のシリーズでもこういう成功法で着々と点を稼いだんですよね。ただですね、やっぱりその後半になってきますとね、その暴走癖といいますかね、ちょっとやっぱりそのラフな面が出てきてしまうわけですね。あ、そうですか。ブッチャーの方は来日以来どうですか。まあ、これはですね、はい、かつてはですね、PWF もそのインタータッグも取ったことがあるんですけどもね、はいはい、やっぱり2年前にその全日本プロレスのカンパックピッチして以来はですね、はい、何ドロップキックタイガーでとシンを捉えた。あ、そうしますとブッチャーとしてもここは頑張りどころなわけですね。ブッチャーにしてもシンにしてもですね、はい、やっぱこの最強のタッグは正念場じゃないですかね。あ、そうですか。今高野がドロップキックを放ちました。タイガージェットシンに打ったわけですね。そうですね、あ、ちょっと見ましょう。お、ブッチャーがロープに、あ、もう一回ブッチャーにもドロップキック。さあ、馬場選手は32本を勝って3連発打ったことがある。高野選手にもこの辺りで連発打ってほしかったですね。バズーカ3連発のようなですね、一つの強烈な武器をやっぱり開発していってほしいですね。そうするとブッチャーシンの武器を止めるということもなりますね。おお、まあ、ね、大攻撃ドロップキック高野、そして2位はジャンボ鶴田あります。今度は単独できました。期待期待であります。王が入る。さすがのブッチャーも倒れ込みました。しかし、竹内さん、この後おそらく出るだろう。あー、出ます。あー、来ました。地獄月、これチャンピオンカーニバル、さすが確か優勝戦でしたね。そうですね、思い出します。この逆転の優勝を飾ったのがアブドーラザブッチャー。あの時にも地獄月、ジャンボスルがトップロープから降りるところでした。この地獄月をなんとかしないと各チーム苦しむでしょうね。ともかくですね、前へ前へビューと瞬間に打たれるわけですからね、はい、これ相手にとって非常にやっぱり嫌な技ですよね、はい。その世界最強タッグ決定リーグ戦ですけれども、去年の11チームから10チームになりました。それから4週間のリーグ戦が3週間になった。竹内さん、この短い期間ということを考えるとかなりスマート、こういうことが言えますね。しかして選手にとってはですね、意外とその戦いを集中できてやりやすい部分なんじゃないですかね。ですね。あ、それからタイガー・ジェットシンのこのトーキック、これも対策が必要だ。ちょっと投げを見せましたタイガー・ジェットシン。今日のシン・ブッチャー成功法じゃないですか。オーソドックスですね。オーソドックスいってますね。序盤戦こそラフに走りました。奇襲をこのかけましたが、ここへ来てオーソドックスに入れております。このブッチャーシンであります。さあ、ブッチャー組、それからババ組あたりもうるさいでしょうね。このあたりは、非常にやっぱり攻略法の立てにくいチームですから ね。さあ、高野のキックだ、キックだ。おー、ブッチャーが目を上げる。これこのシリーズはブッチャーシンにかなりこの顔面なんかにも打ってますからね。特にブッチャーには効果的ですね、はい、後頭部に打っています。あー、しかしその足を止めて、あー、地獄好きです。これなんですね。なんとかしなければいけません。それからこのブッチャーもこのシリーズは馬場選手に敗れはいたしましたけれども、馬場選手をボディスラムで投げるなど非常にこの調子のいいところを見せております。さあ、そのブッチャーにストッピングだ。徹底して攻撃、この狙いどうです。顔面悪くないですね。俺のあたり、これでかつて流血を見ましたアブドールダブッチャーが消えてますか。もう流血を見たか。アブドールダブッチャー上目遣いにジャンプを担っている。よく好きを食うなよ。慎重に慎重にキックを入れていく。正面へ回った。今度はパンチ、今度はパンチ。ああ、やはり流血です、流血です。アブドールダブッチャー流血しております。さあ、サイドのヘッドロック、5分経過。おっと、ディープレッシャーか。ここから馬場さんは投げたんですよね。投げましたね。バックロックにね、
このバックドロップというのも後頭部を打つ技ですから、福井さん狙い目ですね。ブッチャーにとっては効果的な技ですね、はい、ただそこまでどう痛めつけるかですかね。やっぱりブッチャーさんは頭の中と体重がアップしてますからね、やっぱり持ち上げにくくなってますよね。あ、そうですね。さあ、しかし2メーターコンビの鶴田高野、さあ今日はキックを多用だ。さあバズーカ砲をどこで出すか。大車連キックも持っている。さあキックキックが顔面に飛んでいく。タイガージェットシンはコーナーで地段打を踏むばかり。さあ飛び上がってのに後頭部、どうだ高橋さん、狙いはいいですね。いいですね。頭一点狙いですね。はい、ブッチャーの向きは止まりました。さあもう一回、今度は助走をつけてフライングネーブを打ちました。サポーター外してますね。もう一回コーナーへ取って、今度はギロチン。ブッチャーの動きが止まっています。さあ、あっとタイガージェットシン、この芯の動きがこれ早いんですね。そうですね、この辺をうまく分断しないとですね、はい、それでそのブッチャーを攻め込んでても何にもならないですからね。ああ、そうですか。しかしその動きの速い芯に今日はバズーカ砲のドロップキックを打っております。ああっとディフェンスして、いやいや敵陣で横付けを打ちました。アブドールがブッチャー、さあジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田、後ろから巧妙にタイガージェットシンであります。捕まっておりますジャンボ鶴田。竹内さん、このジャイアントシリーズを最終戦の中でちょっとガンボ狂った、三冠王を獲得、それから世界タッグは失ってしまいましたが、ちょっとそれが続いていただけますか。そうですね、今年はですね、やっぱりジャンボは内容的に非常にやっぱりいいものを残してきましたしね、はい、最後にやっぱり三冠を取ったことでですね、まさに今年はジャンボの時代でしたね。ああ、そうですか。このジャンボ狂った放線出た、ジャンピングに顎に決まった、王が入る。さあ、そして場外にタイガージェットシンを追います。ラフにも非常に強くなりました。本当に竹内さん、この凄さというものがですね、ジャンボ鶴谷にそう見、あっとコブラツイストだ、うまく入りましたね。これは東京体育館でジャイアントママ選手が芯に決着をつけた技、これも動き回る芯を仕留めるにはいい攻撃だ。竹内さん、最強ダッグの試し打ちを鶴田が高野がそれぞれしてるような感じ、そろそろしてる感じがしますね、そんな感じですね。さあタイガージェットシンとアブドラガブッチャーが今度は場外戦、得意の場外戦でステージを奪い返そうというんでしょうか。椅子を持ちましたタイガージェットシン、鶴田ロッキーは片口、脇腹から片口、そして高野を狙います。あーっと首筋、今度は首筋であります。どうしても最後はやっぱりこういうラフな展開になってきますね。これを避けよう避けようとしても竹内さん、まあ、対戦チームいろいろこう聞きますとどうしても泥沼にはまっていってしまうということなんですね。最後はなんかこの流れの中でですね、どっぷりと使っていってしまうわけですよね。そうですね。さあ、しかしこのシリーズ、この得点を放送席で馬場さんが見てました高野の活躍、あー、キチンシック頑張れるか。さあ正面から地獄好き、試合度胸がつきました。今日はキックもよく出ています。あー、しかしエルボー、その間にシーンが素早いカットで鶴田を、これをカットしましたが、さあコブラクローがまだ決まっている。入りましたね、カウント3入りました、カウント3入りました。このコンセプトの中でしたたかとカウント3を取りました。いやー、ジャンボ鶴田、高野俊二組、最後は高野俊二が捕まってしまいました。やはり最後はあの場外戦で復活、アブドール・ダブッチャー、タイガージェットシンであります。いやー、しかしこの竹内さん、89世界最強打球決定リーグ戦に向けて、私途中で申し上げましたが、高野も鶴田もそれぞれ対ブッチャー対策、新対策というものもちょっと掴んだんじゃないでしょうか。あのですね、いい手応えを掴んだような気がしますね、はい、ただ最後はですね、あのラフの中からですね、ブッチャー陣が意外な連携を見せましたよね、はい、ありましたね、最後の最後に。この辺りがですね、本番で流れてくるとですね、かなりやっぱり手強い怖いチームになってきますね。ああ、そうですか。コブラツイストも出しました、キックも見せました、流血にも追い込みましたが、不気味なのはアブドラザブッチャー、タイガージェットシンの連携、各チームがこのブッチャーシンを相手にどう戦いますか。今日は勝ちましたので、おとなしく、この花道を引き上げるようであります。相模原大会名イベントいかがでしたでしょうか。8分18秒鶴田高野が、ブッチャー新組に敗れました。解説は竹内浩二さんです。竹内さん、どうもありがとうございました。どうも。